どうもこんにちは。こんにちは。奈良ちゃんです。奈良式の吉田桃桃です。若見直です。よろしくお願いします。お願いします。始まりましたけどね。何々っぽいとかさ、はい、言われることって。何々っぽい。うん。ありますあります。ありますよね。だからノブさんの場合だと、まあ一番多いのが、浄水器販売。詐欺の浄水器販売で、最近は、特殊詐欺グループ。あ、そうだ。特殊詐欺グループの、まあ、構成員。僕と奈良城さんがね。二人セットになると、ね。二人セットになると、特殊詐欺グループの、ぽいって言われる。そうだよね。で、僕、この前ね、若いって言われたんですよ。あ、本郷さん、本当若いですね、はいはいはい。見た目が。あ、それはすごいありがたいなと思ったんですけど、全然浪人生でもいけますよって言われたんですよ。はいはいはい、大学生じゃダメなのかなと思ったんですよ。浪人生ですよ。え？浪人生顔っていうのは失礼じゃないと思ったのよ。え？浪人生顔ですけど。まあ人生ずっと浪人してるわけだよ。というわけで、今回ね、はい、怖いんですよ。何ですか？人は怖いなっていうところの。あ、俺雨舐めてた。あ、ごめんなさいね。噛んで噛んで今。噛むの？もう結構まだ大きいんでしょ？うん。結構大きいんでしょ？じゃあここ置いとく。置いとけんの？それじゃちゃんと大丈夫？全然邪魔。本当に邪魔した。あのね、で、じゃあその話っていうのが、まあ、A さん。あ、ごめんなさい。A さんって笑わないでしょ。A さん、まあね、まあ主人公よく、仮に A さんとしましょうってよく出てくるじゃないですか。で、このお話自体が、まずね、めっちゃ古いんですよ。昭和に成り立ての頃、投稿者の方が、まあヨッシーさんという方が僕にくれたんですけど、そのヨッシーさんにおばあさんがいるんですよ。そのおばあさんがちっちゃい頃に、九州の出身の田舎で、幼少期の頃に目撃した出来事っていうのがあるんですよ。で、それをヨッシーさんがおばあさんから聞いて僕に来たんですけど、その、まあ、北九州の山村、山の中の村ね、その中の一つの家に、まあ、A さん邸と呼ばれる、昔からあるお家ですごい資産家なんですって。で、このお家にいる、まあ、当主の方、まあ、この方が A さんです。A さんは、東京の大学に出て、まあ、僕みたいに浪人をしないで、ちゃんと受かって、合格して、で、勉強もすごいできたと。で、東京で事業を起こしてめっちゃ成功したと。で、東京を中心に、まあ、なんつうの、仕事をするようになった。だから、実家のこの九州には、あんまり戻ってなかったんですね。だけど、実家にはね、家族がいるんですよ。結婚もなさってて、5歳になる娘もいると。なるほど。そうなんです。一人で出てきたんや。そうなの。はいはい。だからまあ、たまに戻ったりはするんですけど、この奥さんっていうのも、ちょっと心臓が悪い方でしてね、A さんが東京で成功してから奥様が亡くなられたと。で、娘ちゃん5歳の女の子なんだけど、まあ、そのお母さんの遺伝みたいなのかな。心臓に疾患があると。で、家だと、まあ、常にちょっと伏せってなきゃいけない。親戚がいたりとか、使用人がいたりするんで、その娘ちゃんにお薬をあげてはくれるんだけど、まあ、親戚にね、まあ、ちょっとずっと家にいてくださいっていうわけにもいかないと。で、どうしようかなって悩んでた時に、この親戚番を言うわけですよ。いや、あなたね、A さんと。まだあなた30歳なんだから、30代なんですね。だから、後添い。いわゆる5歳をもらいなさいと。再婚はどうでしょうみたいなことで。はいはい、で、A さん的にも、まあ、さすがにずっと東京いるから、まあ、九州で見てくれる、そういうのいたらいいなって言ってたら、その、なんか、実家の近所にですね、一人とてもいい奥さんがいると。で、この方っていうのが、旦那さんを早く亡くして、今独身である。で、気立てが良くて優しくて。未亡人。いいんです。まあ、いいんです。その方がね、だからどうやら、まあ、入ってくれる、うちに来てくれるっていうことだけど、どうって言われたんで、分かった、じゃあ、私はもらいましょうということで、結婚しましたと。で、この奥さんというのが本当に結婚したから、もう使用人にね、薬をあげるの、まあ、今まで使用人がほとんど、その A さんの娘ちゃんにあげてたんだけど、いや、私が見ますと、私がちゃんとそのお薬もあれしますんでって、海外これ何年ぐらい前の話ですか？昭和のね、はじめぐらい。ああ、じゃあ、だいぶ昔の話なんですね。うん、時系列で言うと、だから、80年ぐらい前になるかもしれない。だ昔の話ですね。そう、ほんと、だからそういう、なんていうのかな、携帯とかもちろんそういうのもないような時代のことを想像してもらったらいいんだけど、そう、それで、ご飯と、あんまご飯とかお薬とかをちゃんとあげて、海外しく世話をしてくれる。
で A さん的にも東京にいながらも、あ、じゃあ地元ではというか自分の娘もしっかり見てくれる後添いができてよかったなと思ってたんですって。である時たまたま、まあその実家に戻った時にですね、娘の容態を見てくれてる主治医の先生っていうのがいるんだけど、その先生と、まあたまたまご挨拶というかお話しした時に、娘さんにお薬ちゃんと A さんあげてますかと、あ、うちの妻がしっかりやってくれてますよって話をしたら、あ、それはよかったと。でね、一つ忠告なんですけど、娘さんは心臓が悪い。だから薬を必ずあげなきゃいけないとともに、もう一個注意してほしいことがあると。びっくりさせること。はい、ドキドキさせたりすること。驚かせること。まあこれは、そんなことはなさらないでしょうけど、こういうのは基本的にはあんまり家庭の中でそういうことがないように気をつけてくださいって言われたんですって。だから A さんも自分、あ、わかりましたってもちろん言った後に奥さんと使用人に、まあ今日先生からこんなこと言われたと。で、薬は今まで通りはもちろんあげてくれていいんだけど、まあびっくりさせるようなこと、なんかわって思うようなことっていうのは、まあなんもないだろうけど控えてくれたまえみたいな。で、奥さんと使用人、まあわかりましたっていう感じだったんです。はい、だけど、娘さんの容態っていうのがですね、全然良くなってかずに、どん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 体調が悪くなっていってしまうと。で、今までだと普通に日常生活は遅れてたのに、それもちょっとままならないぐらい、なんていうのかな、ずっと床に伏せってるような感じになってしまったんだって。で、奥さんとか使用人になんか心当たりないかって聞いても、いや、私たちは知りません。普通に薬与えてるだけですよって言って、そうなのかと思ってたら、一個、ちょっと A さんは気がかりなことがあった。変化があったんですって、最近、で、その変化っていうのが、娘さんの変化。聞き分けがめっちゃいい子だったらしいんですよ。何々しなさいって言ったら、はーいみたいな。うん、ちゃんとやるっていう5歳の女の子だったのが、最近、A さんが九州から東京に帰る。帰るというか、戻るっていうタイミングになると、むずがるんだって。いやー、行かないでお父さんみたいな。いや、今まで聞き分けがよく、行ってらっしゃいお父さんだったのが、いや、絶対に行かないでほしいのって言うと。だから、いやいや、でもお父さん仕事だから行かなきゃいけないんだよっていうふうに、まあちょっと、泣く泣くというかね、そういうふうな感じになってしまってた。で、そのことを、お医者さんもですね、薬をちゃんとあげてるのに、こんなに体調が良くならないのはおかしいって思い始めたんだって。で、主治医のその先生と、その A さんが、まあ、そのたまたまお話ししたときに、多分娘さん何かを隠してる、何かが秘密のようなものがあるらしい、あると思います。だからお父さんから聞いてみてください、慎重にですよって言われたんですって。だから分かった、2人になるタイミングを見計らって自分の嫁っていうのが寝てる時にこっそり娘が寝てる寝室に行って、いい、なんか隠してることない、お父さんに何でも言って、お父さんはいつでもお前の味方だからねって言ったら、うつむいてんだって娘が、って言ってパッて顔上げたと思ったら、言ったらお父さんも殺されるって言うんだって、殺される、え、それどういうことって聞いたら、ねお父さん、鬼が来るのと、夜になるとこの私が寝てるこの場所に鬼が来るのって言うんですって。深夜になってそのまあ、その娘ちゃんがね一人で寝てる寝室があるんですけど、寝てるところの襖のところに人影のようなものが立つ、人影というか鬼なんです、シルエットがもう頭に角みたいなのが出てる鬼が現れる、そしてスーって襖が開いたと思うとその鬼が入ってくる、鬼の面、もう鬼のこう吊り上がった目でね、もう裂けるような口みたい、その鬼がやってきて娘さんの枕元にスーってしゃがんだと思うと耳元で言うんです、今私が来ていることを人に言ったら殺す。お前も殺すし、それを聞いた相手も殺す。私はこれから毎晩現れる。お前が死ぬまで現れる。誰もこのことを言うでないぞって言って、鬼はスーって帰ってくるんです。で、それっていうのが A さんが東京に行ってる時に毎晩行われるんだ。A さんが九州の実家戻ってるときは、それがないらしいんですよ。で、それを聞いて、まあ、A さんっていうのは、もう、そんなことがあったのかっていうので、町の駐在さん、いわゆる警察ですね、にお話をしたと。で、自分が東京に行ったと見せかけて、こっそり中庭に潜んでたんですって。で、駐在さんと A さんが潜んでいた深夜になってきたら、やっぱりその娘の寝てる寝室のところに鬼が現れて。
鬼がスーって襖を開けた時に、ふざけんなーって言って、バーって後ろから二人で飛びかかって、鬼をと、まあ、取っ組み合いになったと。で、鬼が被っていたその面をパッて取ってみたら、その顔が現れたのが、自分の妻だったってことなんですよ。で、妻曰くね、まあ、もともと私は財産狙いで、この家に入ったと。で、薬の中にちょっとずつ毒を混ぜてたんだって。で、体調悪くしようとしたんだけど、なかなかこの娘が死なないと。だから、医者に言われたこと、絶対びっくりさせたり驚かせたりってすることをしちゃダメですよって言われたのを逆手に取って、鬼の顔をしてドキドキさせて怖がらせることによって、この娘を早く殺して財産を自分がもらおうとしていたということなんですよ。でもこれはもう当然激怒ですよね。で、A さんと駐在さんは、捕まえた時がね、捕まえたっていうかそれを聞き出した時がもう朝方だったらしいんですけど、日が完全に昇るまで待って、もう、その鬼の格好、服装を着替えさせることも許さずに、顔の面を頭の上のところにくくりつけさせて、村の中をもう引き回し、こいつこんなことやりましたわ。鬼の格好して。そう、鬼の格好してこんなことやってましたわ。鬼の格好って、うん、この、あのね、服はどういう感じ？服はね、白装束だったんで、そうだ、ね、そのちょっと描写がなかったんで、白装束なんだ。そう、白装束で。鬼やからなんかこんなの着させられてるから。違う違う。ホラ側の。豆巻きか。そう。節分かみたいな。赤いやつ。違う違う。まあそうね。確かにそれ説明なかったけど、白装束の鬼で現れてた。で、こんなことやってたぞって言って、それで警察に結局は突き出したことになった。で、こんなことやってたぞ、こいつっていうのを、この投稿者のおばあさんは、わーって言って、見てた記憶があるんだって。で、それが昔こんなことがあったんだよっていうのを教えていただいて、それを今お話しさせていただいたって。なるほどね。だからこの、何？お金がある家に入り込んで、まあ、財産を奪うために、その娘を殺そうとするという。で、すごくいい顔を装っていて、でも実はそんなことをやっていたっていうね。飴はどこにあるんですか、今。飴ですか？はい。すごいでしょ？ないんですよ。あ、え？食ったの？食ってないです、食ってない。え？なんじゃねえか。なんだこの嘘。ちょっと気になってたら、ここってなってるか、多分ここにあるんだろうと思ってたんだけどね。まあでもその人の心も、鬼になる瞬間があるんだなっていうね。まあね、なんかこう、結果論さ、なんかその、なんていうんですか。財産目当てのやつだけど、そのアプローチの仕方がね、鬼の面をかぶってっていうね、ドキドキとかびっくりの象徴っていうのが多分昭和の、昭和になりたての頃ってやっぱ怖いイコールの、イコールが多分鬼だったんだろうなってとこなんだよね。その女の子何歳ぐらいでしたっけ？5歳。5歳か。うん、やったら怖がるな。夜来てで、それで耳元で誰にも喋ったら殺す、毎晩来るぞっていうわけだから ね、これは確かに怖くなるとね。まあ、こんなことがあったという一コアのようなお話でございました。以上、七不思議チャンネルでした。ありがとうございました。10月29日の土曜日にですね、東京 FM ホールで七不思議 YouTube チャンネル登録者10万人イベント、銀の盾マニアの会グランプリを開催いたします。よろしくお願いします。昼の部と夜の部の2公演でございます、うん、ここでしか話さないとっておきのですね、怪談話とですね、視聴者が壇上に上がりまして、うん、実際に怪談を披露するスペシャルコーナーもあります。すごい。果たして銀の盾は間に合うのか。どうなのか。劇場チケットは販売中でございます。詳細はコメント欄をご覧ください。というところで、最後に桃さん、見どころを言っちゃって。夜の部が終わった後の我々の疲れた顔です。よろしくね。いや、終わってるでしょ。え、試されてる。あれ、そうでしょ。待ってくださいよ。え、なんて言えばいいんすか。怖い怖い怖い。何何何何、全然わかんない。最後ね。あ、これは、かの言う。